続きまして、おたけ担当の方よろしくお願いします。まず一言、感謝したいと思います。で、すべての人がね、助かってもらったスタッフ、チーム、選手、サテライト、ジュニア、15、K の方、本当に、自分をね、迎え入れてくれて、これでいたことをね、本当に幸せに思ってます。それと同時に、企業さんや、サポーター、ファンの方、いつもホームゲームで、ね、本当に熱い声援をしていただいて、もちろん、運営から設営までね、いろんな部分でも本当に助けてもらい、非常に、そういう熱い思いがグラウンドで出せたし、そういう熱い、皆さんの気持ちが自分にも伝わって、ピッチギリギリのところで選手と共に戦えたなと思います。本当にいろいろ感謝してるんで、自分はもうこの3年間、有言実行最後の5位という結果にね、いけなかったのでしっかり受け止めて、次に自分も頑張っていきたいと思います。本当に今日はいろいろ皆さんに感謝してますし、また伊賀市民の方もね、先ほど代表もありましたように、本当にいろんな温かい目に見てもらって、いろんなところで声をかけてもらって、非常にいい街ですし、もっともっとこの位置が、知ってもらえるんじゃないかなと思ってます。なので次のくノ一も自分は一人のサッカー人として期待してますし、応援していきたいと思います。ありがとうございます。そうですね、当初来た時はクラブから言われてましたように、選手をやっぱり強くしてほしい、やっぱり一流選手を育ててほしいということで、そういう熱意も感じましたので、やっぱりそのここに飛び込んできて、非常にね、そのギャップありましたけど、非常にそれをサポート、いろんな方がね、本当にスタッフ、チームの方が サポートしてくれて、自分がそれでね、乗っていけたし、で、本当に最初の2年は厳しい思いでやってましたし、実際の話、自分もこの1年目で入れ替え戦の時には、覚悟を決めてましたし、一応3年の中でも、もし落ちたら、やっぱり自分の責任だと思ったので、ただそれはね、本当、最後、選手が、そういう思いがあって戦ってくれて、残れたのは一つ自分にももう一回チャンスが来たなと。でそれで2年目は非常にそのやっぱ悔しさが選手にも伝わりましたし、で非常にこう粘りのあるチームになりましたし、でまたいろいろな加入選手もねチームに溶け込んでくれましたし、それなりのもう技術を持った選手が入ってくれたので、非常にバランスが良くなりました。で非常にそこからいろいろ当初の勝ち点やら白星も増えましたし、非常に良かった、なんとか6位っていう、ね、いきなり上がったことは非常に自分も満足してます。ただ3年目になると結果を出さなきゃいけない年なので、最初の当初の有言に言ってた5位というのに本当に最後までね近づけるチャンスがあったんですけど、7位という結果をしっかりと受け止めなきゃいけない部分がありました。ただ3年目はもちろん勝負にこだわることも大事ですけど、やっぱりこれからお客さんにね来てもらってくノ一っていうスタイルを見せてもらう、見せるやっぱサッカーをねしていかなきゃいけなかったので、それが非常にできたかなと思いますし、逆に相手からもね上位のチームからやっぱり嫌がれる、そういうこうしつこいね強いチームだなって印象付けたのは非常に自分の中でも残ってますし、そういう試合ができたのは多分選手がね今まで僕以上の要求、クラブ以上の要求を本当にやってくれた一つ大きな成長だなと思ってます。それとクラブからね今年になってやっぱり環境を変えてもらった、時間も昼間にできたっていうのは非常にそういう力もねあって選手ができたと思います。なのでそういうところでは本当に自分が見えない選手のね本当に力量が、スキルが上がったなと思います。それは本当感謝しています。で自分だけの力ではないので、本当にそういう意味では選手が頑張ってくれたなと思います。自分の中ではもう監督ですので、自分でもやっぱ本当に紙一重のところでやってますので、
まあ、それはもう結果が全てと受け止めて、これも自分がこれから監督業としていく上で大事なことなので、あの非常にいい勉強になりましたし、ありがたく思ってます。なのでこれからも多分いいチームにはなっていくなと。まあ自分の中ではそれはどこかにあったと思いますし、ただやっぱり自分でもそのやっぱ7位になった瞬間はやっぱりこれじゃいけないのかなっていう部分も非常にありました。まあ、でも、まあ、本当に、まあ、監督業って厳しいものでそんな甘いもんじゃないっていうのは、まあ、自分もこんな経験してる中で分かってるので、まあ、それは最後ね、クラブが判断することなので自分は何も言えないので、ただ本当に、まあ、入ってくるよりも逆に言うと少し出る方が失礼ですけど、まあ次のステップアップになるかなっていうのは、ただこの3年間のその女子でやったっていうのは非常に自分の中で大きな経験なので、まあ本当にこれ生かして、で自分のこう作られてきたっていうのはやっぱりこのクラブ、スタッフ、選手の成長っていうのはすごい自信もあるし、それは皆さんが多分分かっていただけたと思うので、そういうトレーニング、日々のトレーニング、こう自分のやってきた相手に対するこう本当に嫌なチームっていうのができたので、それは本当に自信があって男子でも多分できるなっていうのは自分でもすごく確信がある部分があるので、まあ本当に非常に感謝します。まあ、それは本当に次にある意味クラブもそういうことを思ってくれて、やっぱり次にはもっと上のレベルをっていうのね、考えてくれたんじゃないかなと思います。もう1点すいません伺いたいんですけども、監督がこのチームを率いる際にですね、主走行という、まあ、一つ のテーマを掲げてですね、3年間チーム作りを進めてこられましたけれども、これは、まあ、くのいちを見て そのテーマだったのか、それとも今後ですね、いろんなチームの方また指導を率いていく上でのですね、何かこう同じ共通したテーマというかですね、サッカー感みたいな、その辺ちょっとどうか教えてください。まあ、これは別にくのいちだけじゃなくて、もちろんその自分がくのいち見たときはそうですけど、やっぱり一番基礎であることをサッカー全てにおいてねあるんで、ただそれはいろいろ変わることで進化するんで、その入り方はどうかですけど、やっぱポジティブなトレーニングとポジティブなところをしなきゃいけないので、やっぱ必ず前向きっていうのが一番大切なことなので、それには 何の要素が入ってるかっていうのは大事で、まあ、実際自分のトレーニングで多分女子の中では非常にきついのかなっていうのはやっててありました。でもそれは今さっき言ったようにスキルの問題で、本当にその向上心があればうまくなりますし、それをやろうとする努力をねやっぱ怠ってなければ、これだけこううちの選手も成長できるっていうのはもう多分皆さんも目で分かったようにできるので、本当にそういう基礎をね繰り返しやり続けることと、日々トレーニングをやっぱハードの中でもやっぱりこう耐えて言い訳せずやるってことが大事だと思います。それを今の選手たちはやっぱりやってきてくれたなと思います。であともう一つはやっぱりしっかりと勝っても負けてもしっかりとゲームを受け止めて、やっぱその責任を自分でしっかり見極めて反省してミスを少なくすることも当たり前のことで、それも選手たちが苦しんできたことで、それはもう男子もう当たり前のことでね、もう言われ続けたことをやっぱどれだけやり通せるかが結果につながるので、そうだと思います。だから別に自分は
ここに来てからじゃなくて、やっぱりいろいろ変わることですかね。選手も変わる、監督も変わるった中でも、やっぱりそういう基礎がやり続けられるようなスキルを身につけとけば、自然に選手たちも動けるだろうし、臨機応変にいろんなシステムやら練習なりに対応できるとは思います。だからもしかしたら自分の練習量は女子の今のくのいちの選手たちはきつかったかもしれないですけど、でも本当に、まあ、ある意味特徴は粘り強く、本当集中力あるっていうのは女子の特有なのでね、これからもすごくできると思います。